はい、源泉層をやっていきますということで、まあ、ちょっとね雑談挟んじゃうとね、ちょっと今回ね長くなっちゃいそうなんで、もう早速ね本題に行きたいんですけど、ただ一個だけね言わせてください。うん、昨日ねガチャ動画出しましたけど、まあ見事ね5万限度石以上あったんですけど、9ステップと、ピックアップガチャ、5万ちょっと限度石あって、全部使って出なかったと。うん、まあ EX 来てからね、あの課金はね一切していないんで、まあ、なんていうの、課金してないからそんなにマジかよみたいな感じにはなんなかったっすけど、なんかあの動画出した後ね、ちょっと冷静になって考えてみたんですけど、5万限度石使って出ないってえぐいっす下手したらね過去一じゃないかな、過去一くらいえぐいかもしれないです。もしかしたら5万限度石使ってルアーサの時が確か一番えぐかったんですけど、6、7万使って出なかったんで、うん、なんかあん時くらい、限度石で言ったらあん時のルアーサを超えたんじゃないかなと。うん、クソガチャです。うん、それだけちょっと言いたかったですいやマジでえぐいわ。うん、5万限度石がなくなっちゃったわ。まああとね10連で一応天井なんでね、まあまああさってぐらいには多分取れるでしょうということで、うん、もう課金はねもうあの EX 来てからねあのやめてるので、うん、それはちょっともうちゃんと守ろうかなと思います。さあ早速ねちょっと本題に入っていきたいんですが、ちょっとですね、サムネがね、ちょっといまいち定まってないんで、ちょっとギョギョしい感じになっちゃったんですけど、まあ、イベントでもやりながらね、ちょっと話していきましょうか。イベントを自動周回でもしつつね、このさ、このイベントのさ、このさ、同一属性縛り、これもいらないよ、マジで。めんどくさい。別に達成できるんですけど、同時達成のミッションはきついですけど、こういうバラバラのやつはね、達成できるんですけど、誰かしら死ぬんでね、死ぬといちいちブレイブ上げに行かなきゃいけないんでね、それがめんどくさいっす。とりあえずこのイベントでもね、周回しつつ、雑談でもしていきましょう。さ、今日ね、話していこうと思うのは、まあ、ユニットっすね。ユニットか、これからの、まあ別に、前の動画とかでもね、ちょくちょく話してるんで、ちょっとね、重複しちゃうことも、多々ありますけど、まああえてね、動画にまとめちゃおうかなと、うん、思います。まあ別に予想というか、これ誰しも分かってることなんでね、うん。別に、予想っていう仰々しいタイトルにしちゃいましたけど、どちらかというと、よく出す、運営に伝えたい系の動画ですね。うん。結局ね、EX、ジョブ来た時とかも、うん。発表された時とかね。散々ね、絶対にやめた方がいいっていう動画は、多分トータル10本くらい上げてると思うんですけど、絶対に後悔するからやめた方がいいっていう動画はね、10本くらい上げましたけど、結局阻止できなかったっすけどね。まあ、当たり前ですけどね。まあ、ただね、EX ジョブはやっぱりね、誰も幸せになってないんで、うん。ユーザーももちろん幸せになってないし、まあ、出演者さんたちも、なんかね、幸せになってないし、もう、もっと言ったらもう、運営すら幸せになってない気がするんですよね。うん。誰も幸せになってない握手。EX ジョブ実装ね。レベル120。うん。っていうのが過去にあってね。まあ、あれは止められなかったんで、今日の動画はね、この、あえて、まあ、前回はEX ジョブが発表されてから動画出しましたけど、今回は、発表される前に、次の握手が発表される前に、先に予想して、それを阻止しようという話ですね。うん。で、もう早速本題に入っていくんですけど、
グラセラですね。うん。グラセラ。去年の夏頃かな。アンケートやったと思うんですけど、まあ、未だに出ていない。これさ、おかしいじゃないですか。これおかしいっすよ。これはね、できてないわけがないです。絶対に。イラストも絶対できてる。で、キャラの性能とかもできてる。3D グラフィックとかももちろんできている。多分もう完成している。うん、さすがにもう半年以上、下手したら半年以上経ってるんで、うん。もう完成しているのは間違いない。なのになぜ出さないか。これなんですけど、これはね、正直ね、まあ、あくまで勝手な予想ですけどね、個人の意見なんで、うん。本当はね、これはね、まあ、前の過去の動画でも話したんですけど、まあ、なんかの注意事項に、お知らせのなんかの注意事項に、よりね、高レアリティの、今後、弊社の、かけらの弊社に設定できないユニットが登場しますっていう、誰も気づかないようなところに昔、注意事項にね、しっかり書いてあったんですけど、それですね。うん。それが、まあ、前も話しましたけど、それが多分グラセラだと思うんですけど、うん。で、まあ、それはね、まあ、予想はしてるんですけど、ただ、なんで出してこないかっていうのは、結局、EX 来て、多分運営も舐めてたんでしょうね。うん、ここまで批判来ると多分思ってなかったはずです。で、想像以上の批判来て、ガチャのテーブルでさらに炎上して、もうね、本当はもっと早い段階でグラセラ出すはずだったんですけど、出せなくなっちゃったんですよ、運営さん。これ図星だと思います。これ本当はね、グラセラは、本来もとっくに出てるはずだったんですけど、今ね、タイミングを見計らってる状態ですね。要は今現在の最高レアリティの、コスト100、クロヘレナとかね、ウォントさんとか、破滅の騎士とかね。うん、それよりさらにの上の、レアリティを出すのを見計らってる状態ですね。うん。だから今現在、まだグラセラが出てないっていう状態だと思います。うん、多分これね、運営さんも聞いてると思うんでね。言っときます。先に言っときます。そうだろう。絶対そうだろう。ただね、本当にね、いくらタイミング見計らっても、ダメだよ、マジで。今、虎視眈々とね、まあ、いろんなコメントな、この前の放送とかのチャット欄とかあんま見てないからわかんないですけど、まあ、それなりに多分、ね、そういう EX ジョブの批判だったり、テーブルの話だったり、多分、いろいろ言われてたと思うんですけど、ね、本当にね、今、結局、グラセラ、さらに、高レアリティのね、ユニット出したら、より炎上するからね、素直にもグラセラは高レアリティじゃなくて、とりあえず出そう。コスト100で。コスト100は100だっしょ、多分。うん。本当はコスト100以上とか、もしくはなんか違うパターン。コスト100、なんだ、FFBE はね、3ヶ月くらいでやめちゃったんで、あんま詳しくないですけど。なんか、ムービー付きのユニットとかね。うん。そういうコストとかじゃなくて、ムービー付きのユニットとか。うん。そういう感じでグラセラをやろうとしてるんでしょうけど、うん、いくらタイミング見てもね、絶対に EX ジョブと一緒で、マイナスになるんで、うん、本当にいいことないから、素直に、まあ、高レアリティで出さないで、早く出した方がいいと思います。っていう話ですね。うん。未来予想っていうなんか仰々しいタイトルにしてましたけど、ただの
グラセラがね、そういう感じにしてるから、そういう感じになってるんですよっていう予想なんですけど、これをあえて先に言うことで阻止しようと思ってね、ちょっと動画にしています。うん、そんな感じで。まあ、ただコスト100はね、多分てかこれもみんなも多分もう分かってると思いますけど、まあ、サーダリー、ムラガ、あと名前わかんないですけど、謎の女性。あ、確かランダル、ジェーダンでしたっけ？ランダルの一番強いやつ。ジェーダン。ジェーダンはちょっとギリギリ怪しいけど、うん、ただムラガ、サーダリー、謎の女性は絶対コスト100なんで。うん。もしかしたらまだ、グラセラ、特別なグラセラを出す前に、ムラガとかサーダリーとかそこら辺で先にサーダリー先にムラガでしょうね、うん、コスト100のムラガとかそういうの出してまだグラセラのその出すタイミングを見計る可能性はあるかなと、うん、グラセラ多分ねまだ先になるかな、うん、もうちょっと多分運営はグラセラを本来はより高クオリティの、高レアリティの、いや、そういうもので出したいはずなんですけど、この、今こういう状況なんで出せないんですね。うん。だからね、もしかしたらグラセラはちょっとまだ先になるのかなと、うん、思います。もしかしたらもうコスト100とかも出してくるし、もうグラセラよりも先にコラボとか来るかもしれないですね。うん。コラボはね、まあ、これ、ニーヤコラボもね、去年の夏前くらいからもニーヤコラボ来るってずっと言ってて来ましたけど、まあ多分ね、コラボはね、しばらくやっぱりね、ナンバリングか、ニーヤか、やっぱファイナルファンタジー、獅子戦争、うん、獅子戦争、この3つでね、回していくんじゃないかなと思うんですけどね、さすがにキングダムハーツとかそこら辺は来ないと思うんで、しばらくはね、うん、多分次またファイナルファンタジータクティクスあたり来るんじゃないかな。まあ本当はね、ファイナルファンタジータクティクスも大好きなんですけど、これはね、予想じゃなくて希望ですけど、タクティクスオーガとかも出してくれるとね、嬉しいです。タクティクスオーガとね、伝説のオーガバトルは個人的にはね、ファイナルファンタジータクティクスの1個前の、シリーズですけど、めちゃくちゃ面白かったんで。うん。そこら辺もね、ファイナルファンタジータクティクス系列として、まあ、あえてそういう、ニーヤとかさ、そういう派生に行かないで、もっと前に行ってほしいよ。ファイナルタクティクスよりも前に行ってほしい。それもあくまで希望ですけどね。まあ、そんな感じですね。っていう予想です。まあ、あとはまあ普通に、とっととね、ガーガスとかディアとか、竜騎士とかさ、もう一生終わっちゃったからさ、早く出してあげてって感じですけどね。もう SSR でいいから。とりあえず出してあげてって感じですね。うん、そんな感じで、ちょっと先にね、ちょっとグラセラはこういう事情でしょうっていうことをね、ちょっと動画に残してね、うん、あえて阻止しようと思います。本当にね、よりさらに人減っちゃうから、マジでやめた方がいいっすよ、上さん。EX ジョブ、本当に誰も幸せになってないんで、うん、多分ユーザーも減って、多分集金も減って、開発も大変になって、なんか空気も悪くなってみたいな、誰も幸せになってないんで、もう一回そのグラセラみたいな高レアリティで出そうとしてるのであれば、やめた方がいいです。もったいないです。まあ、少なくともね、EX ジョブが来る前は、もう、個人的にはね、もう本当に面白くて、マジで神ゲーになり得るゲームだと思ってたんで、うん。やってるゲームの中で圧倒的に一番面白かったしね、EX ジョブ来る前は。これはもう、ギルドの人とかも言ってます。うん。フレンドとかも EX ジョブ来る前は面白かった、みたいな。うん。言ってます。まあでもあるしね、まあ感謝はしてんすけどね。うん。なんか、この幻影戦争のおかげで、
本当アプリゲームに課金するのが本当にね、目が覚めたというか、うん。ファイナルファンタジータイトルにはちょっとね、感謝してますよ。一個前はね、メビウスファイナルファンタジーで、まあ前も話しましたけどね。ね、メビウスファイナルファンタジーで月30万とか、あの頃は課金してたんですけど、メビウスファイナルファンタジーじゃなくて、ね、アプリゲームでね。ただメビウスファイナルファンタジーのサービス終了で、月20万以下に減らしていこうっていう取り組みに入って、うん、だメビウスファイナルファンタジーがきっかけで、課金を減らしていって、うん。さらに減塩戦争がきっかけで、もうほぼ無課金にね、移行することができたんで、うん。まあ、ある意味感謝はしてる。感謝はしてるけど、でももったいないよな。減塩戦争はね、本当にめちゃくちゃ面白かったんで、もっとやり方あったんでね。うん、廃課金者からね、めっちゃ集金するのもいいっすけど、もうちょっとね、その EX ジョブ来る前のユーザーとか多い段階で、面白かった段階で、他のゲームであるようなさ、月継続課金、うん。少なくとも自分だったら、なんか月1500円で、30日間ログインで、トータル、1万原動石とかもらえる。6000原動石とかさ、1万くらい、こんだけ育成渋かったら1万原動石くらいでもいいと思うけど、月1500円で30日間ログインで、トータル、1万原動石くらいもらえるくらいのね。多分結構買う人いると思うんで。あとはパスにね、ちゃんと原動石つけるとか。うん、そういうことをね、もっと早い段階でやってれば、よかったんじゃないかなと思います。売上はもっといい状態で上がってたと思いますね。もちろん、廃課金者とかね、廃課金者、重課、もう今はもはやもう重課金者すら切り捨ててる感じするんで、ちょっと廃課金者しか今多分無理だと思うんで、月10万くらい課金してた時の感覚で考えると、減塩戦争にね、月10万くらいじゃね、多分ちょっと厳しいかな、EX 来たら。うん。と思います。うん、なんで、まあそんな感じっすよね。うん。だ本当にね、もったいないんで。うん。ただより、もうなかなか厳しいっすけどね。やろうと思えばまだ復活できるけど、まあ運営に多分その気がないと思うんでね。うん。まあただ本当に、もう、いやもう、取り戻、EX ジョブ搭載、1年で EX ジョブ搭載で、ちょっともうとどめ刺された感ありますけど、さらに高レアリティのグラセラを出すタイミングを測っているんだとすれば、やめとけよっていう話をね、伝えたくて。うん。まあそんな感じです。だから多分、もしかしたらグラセラまだ伸びて先に、コスト100の、ムラガとかが投入してくるかもしれないですね。あとはコラボあたりをね、先にナンバリングとかね、出してくるのかな。あとは、多分セブンはね、まだやってこないんじゃないかなと。先に、まだやっぱ2、3とかね、うん。いや、13くらいやってくるかな。まあ、多分、セブンはとっておきなんで、多分ね、本当に取っといてると思うんで。うん。まあ、13あたりね、ライトニングすごい好きなんでね。うん。うん、そんな感じです。グラセラの話をしたくて。動画を撮りました。うん。そんな感じで。ゲーム戦争ね、すごい好きなんで。応援はしています。ただ、私はもう無課金になってしまったので、まあね、また、まあ、別に無課金、このままね、ずっと無課金でやっていくっていうつもりはない、つもりはないっていうか、もちろん改善されれば、ちょっと課金復活するしね。うん。そんな感じで。どうもありがとうございました。